はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はですね、デッドバイデイライトやっていくんですけれども、4月の12日に公開の映画ハロウィンの試写会に行ってきましたので、今回ねそちらのお話をしたいと思います。はい、まあデッドバイユーザーならね、まあ誰もが知ってると思うんですけども、まあ、シェイプとローリーの元となった映画ですね。まあハロウィンっていうのは、はい、そのハロウィンのね新作が、まあ、今月公開ね、まあ、4月12日に公開ということでね、ちょっとあのね試写会に実はお呼ばれして見てきたんですけれども、まあ、めちゃくちゃ面白かったと実は自分デッドバイデイライトをやってるんだけど、まあ、ホラーとか苦手で、ハロウィンシリーズ実は見たことないんですよね。まあ、ハロウィンシリーズはおろか、デッドバイデイライトって結構いろんな作品とコラボしますけれども、まあ、それらもね、まあ、見たことなかったんですよ。なんで今回ちょっと初ということでね、まあ、見てきたんですけど、いや面白かった。はいネタバレできないからね、楽しみに待ってる人いっぱいいると思うからネタバレはしませんけれども、まあ、面白かったとにかくまあでもね、ハロウィン俺と同じくね知らない人もいると思うから、まあ、軽くねちょっとどういう作品かっていうのをちょっとお話ししようかな。はい、ハロウィンっていうのはね結構シリーズがねいっぱいあるんですよ実はね。まあ、その元となった第一作目は1978年に作られたそうで、もうだいぶ前だよねかなり前に作られてて、ね、第一作目はアメリカ合衆国のイリノイ州の田舎町で暮らしてた少年マイケル、マイケル・マイヤーズですね、がハロウィンの夜に実の姉をね、惨殺しちゃうんだよね。で、その後、まあ、精神病院に入院するんだけど、まあ、15年後にね、その精神病院を脱走しちゃって、で、まあ、いろいろあり、妹であるローリーも、まあ、殺そうとしちゃうんだけど、みたいなストーリーなんですよ。それが第一作目。まあ、それからいろいろ続編とかあったんだけど、まあ、今回やるハロウィンは、それからね40年後のねストーリーなんですよね。はい、その1から40年も経ってる。かなり経ってますよね、40年って。俺今年28になるんですけど、それ大体倍ぐらい経ってる。ものすごい、いやめちゃくちゃすごい長い月が経っちゃってるっていう、で、まあ、前作からね40年も経ってるんで、まあ、当然マイケルとローリーはね年取ってるわけですよ。おじいちゃんおばあちゃんになってるわけですよ。で、マイケルはやっぱりその事件がなかなかえぐかったから、再びなんか精神病院にね収容されててね、お医者さんにいろいろお話しして、マイケルはねシリーズ通して終始無言なんですけど、そのお医者さんにいろいろ見てもらったりとかしてね、で逆にローリーはですね、そういうなんかマイケルとのいろいろね、やばい過去があったんで、やばい過去っていうか、別にローリーがなんかやばいことしたわけじゃないけど、マイケルに襲われたりとかっていう怖い過去があったので、またマイケルが何かしでかした時のために、ずっと準備をして、生きてきたんですよね。戦う訓練をしたりとか、いろいろしてたんだけど、まあその40年後の、まあ、ちょうどそのハロウィンの日にまた2人がっていう感じのお話なんですよ、今作は、はい、ネタバレになっちゃうからね深くは言えないんだけれども、要はまあ40年越しにマイケルとロリが戦うんですよ。めちゃくちゃ面白かったですね。シリーズファンはやっぱりめちゃくちゃ面白いと思うんだよね。で俺シリーズ見たことなかったけど、まあ、デッドバイデイライトでね、マイケルはもちろん知ってるし、ローリーも知ってるし、ね、このマップランプキンレーンとかね、これも一応原作のマップらしいんですけども、だから見たことあるキャラクターや、まあ、聞いたことある音楽とかがね、やっぱりその新作のそのハロウィンとかで出てくるとね、まずめっちゃねテンション上がるんだよねあこの音楽聞いたことあるとかさ、この追われてる時の音楽、実際に映画で追われてる時の音楽じゃんみたいなね、すごいだからよくコラボできてんだなって思ったんですけど、まあまあ
そういう感じで。なのでシリーズ作品見たことなくてもね、まあ、すんなり楽しめるんじゃないかなと思います。まあ俺はその前作見てないで見たけど、見てから前作とか見てからあの新作見てもいいかもね、うん、デッドバイやってる人はなんかある程度知識ついてるから大丈夫だと思うけど、いやマジでね BGM やばかったね音楽流れた時にうおーってなった、ね、まあてな感じで今月4月のね12日に公開されるハロウィンを見てきたよっていうお話でした。皆さんもよかったらぜひぜひ見てみてください。まあ俺これを機にね結構あの食わず嫌いな部分があったんですよね。ほんとなんか怖がりなんでねホラー映画見たことなかったんですけども、まあこれを機にいろんなホラー映画見たいなって思ったんで、ちょっととりあえずデドバイとコラボしてるやつは全部見ようかなはい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイビー。